さあ、時刻は4時を回りました。4月4日火曜日のアジクーターラジオアジラジ生放送の時間です。FM 小座のスタジオからこの後5時56分まで DJ モーリーでお送りしていきたいと思います。 さあ4月の4日ということで火曜日ですね、今日も小座上空はいい青空が広がっていて、でまた時折気持ちのいい風が吹いてますね。いやー、こういう天気がね、一週間続くといいなと思いながら、スタジオの外を眺めてますけれども、太陽の光もね、差し込んでおります。さあ4月の4日、今日はですね、シーミー入りということで、二十四節気の一つ、シーミーの入り、えー、気候が温暖になり、県内各地では 墓の前に親戚らが集まり、先祖の霊を供養し、ご馳走を広げながら、互いの信仰を深めていくということで、もう今週末ぐらいからね、あのー、その CM に出かけるという方も増えてくるんじゃないかなというね、そんな気がします。昨日のアシスタントのヘシキさーキー曰く、なんかこう、毎、あ、4月の、言えばね、第3の日曜日に CM 行きますよとか、まあ決まってる過程と、まああのー、 ま、状況を見ながらとかね、あのー、家族のこう、スケジュールなんかも組みながら、4月の後半ですとかね、いろいろあるようですけれどもね。我が家はね、毎年、ゴールデンウィークが終わってからが大体なんですよ。もう、その、シーミーのシーズンってなると、やっぱりこの、 あの、北部向けだったりとか、その高速道路がね、結構こう混むとかっていう、まあそういったこともありまして、えー、だいたいこうゴールデンウィークが終わってから、えー、落ち着いてからね、出かけるというそんな感じなんですけれどもね、えー、ラジオを聞いている皆さんはいかがでしょうか。さあ、新年度始まってね、4日というところですけれども、まあ正確には昨日ぐらいからか、新社会人の皆さんをね、えー、始まっていると思いますけれども、で、小学校とか、その学校に通っている皆さんは週末かな、 えー、新年度がね、新入学果たす皆さんも、新旧される皆さんもね、学校がスタートしていくということらしいですね。いや、なんかこう、懐かしい感じもしますし、でも、あっという間にもしかするとね、えー、まあ子供もいますんで、その子供をこう、送り出すっていうね、親の気持ちで、この4月を迎えているっていうところかもしれませんね。 えー、アジクウタラジオ今日も生放送で2時間お送りしていきますので皆さんのそういった、まあ、新入学に関する話でまた新年度に関するいろんな話をね送っていただきたいと思います。fm コザ、e-mail はこちら 761-fm コ a .jp でお待ちしています。 さあ、アジクータラジオ、今日はね、ノーアシスタントデーなので、まあ、ゆるりね、えー、この後5時56分まで生放送をお送りしていきたいと思いますよ。今日もニュースと追加配信もしていますので、皆さんもどちらからか参加してください。アジクータラジオ、火曜日、今日もスタートです。 最近あのー、アルバムをね、借りまして、えー、車の中でずっとこう、ループで聴いているアーティストなんですけれども、まあ今日のオープニング、スペシャルアザース。はい。えー、以前からですね、この曲、まあこのアーティストの紹介なんかしてるんですけど、スペシャルアザーズなのか、スペシャルアザーなのか、 またはね、えー、スペシャルアザースなのかってずっとこう、迷って、迷ってたというか、あのー、まあ、調べれば早かったんですけどね。えー、まあ、多分スペシャルアザーだろうとか、アザーズだろうとかって思ってたんですけれども、えー、スペシャルアザース。 という、ね、バンドの皆さんの、えー、ローレンテックという曲を今日は1曲目でお送りいたしましたさあツイキャスユーストリームの皆さんからのコメントも頂い,いておりますが「アジくうタラジオ」生放送、えー、今日もねラジオで聞いている皆さんからのコメントもお待ちしていますメールは 761‐FM コザ .JP761‐FM コザ .JP でお待ちしていますこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せ アイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産株式会社ング組以上各社の提供でお送りします。 さあ、4月の4日火曜日、アジクーターラジオ、今日も生放送でお送りしています。沖縄市中央パーカーベニュー入り口 FM 小座のスタジオからね、放送ですけれども、あのー、この中央パーカーベニューがコリンザまでのね、距離なんですけど、だいたい450メーターから500メートルぐらいあるみたいなんですね。で、その、まあ、右の通り、左の通りに、まあ、沖縄市の、例えばシンボルのね、えー、まあ、あのー、エーサーのマークだったりとか、 はたまた2月にはね、広島カープの、えー、カープ防衛だったりとか、その季節に合わせて、そのフラッグがね、えー、この通りに並んでくるんですけれども、今現在ですね、えー、はためているのが、ベンガラ色の FC 琉球のですね、えー、フラッグが、えー、このパーカーやベニュー両サイドにね、えー、付けられております。まあ、あのー、先日ね、先週土曜日か、あのー、ガンバ大阪アンダー23との対決で、今季初勝利。 3対0でね、勝った FC 琉球なので、まあ今後もまたホーム戦などもね、ありますけれども、まあ琉球キングスのね、バスケット同様、サッカーもね、沖縄市盛り上がっておりますので、はい、ラジオ聞いて皆さんもね、ぜひ応援をしていただきたいなと思います。さあ応援といえば、今日ね、あのー、午前中ですかね、メジャーリーグレンジャーズの開幕戦ということで、 あの、ダルビッシュ選手がね、投げてたんです。で、久しぶりにこの、なんだろう、ダルビッシュが、あの、シーズンでね、投げるのを見るんですけれども、まあ、今回、ダルビッシュ選手が、まあ、開幕戦の投手、 を初めて務めるということで、すごいこう注目集まってたんですね。で、序盤まで、まあ、3失点ぐらいでまとめてたんですけれども、ちょっとね、あの、7回まで登板があって、で、その7回の時にね、ちょっとこう、制球乱れたりとかしちゃって、まあ、まあ、になったんですけどね。まあ、あの、ダルビッシュ選手、まあ、レンジャーズでの開幕戦、開幕投手か、えー、勝敗つかずという展開になりましたね。7回を投げて、えー、4失点かな。 いやー、ちょっとね、買ってほしいな、まあ、キリキリいしてほしかったな、という思いもね、ありますけれどもね。あのー、まあ、これからもう4月、プロ野球もね、開幕したし、こういったスポーツが、すごいこう僕の中では、えー、中継がね、見れるっていうのはね、非常にこう楽しみですね。さあ、ラジオを聴いてい皆さんの毎日の中の楽しみは何でしょうか今日の番組のテーマなんですけれども、今日の番組のテーマは、趣味。はい、こちらでやっていきたいと思います。あんまりね、 僕趣味ないんですね、本当に。で、強いてあげるんだったら何かなーってずっと考えてたら、このスポーツ観戦、スポーツ中継とかの観戦がめっちゃ好きなんだなっていうことに、まあ最近、まあ改めてね、気がついたというか、何というか、まあ絞り出した答えが、まあそれだったんですけれどもね。あの、一日の中のスポーツニュースとかってあるじゃないですか。例えば巨人対阪神戦。巨人が2対1で阪神を下しました。 で、ピッチャーはえ、勝利投手は菅野です。っていう風な、こう、同じ結果、同じニュースがあるじゃないですか。だかこれが例えば、ね、OTV さんで流れてたら、さあ次、QAB さん、はい次、RBC さんみたいな感じで、その、全然違う放送局なんだけど、結果同じですよ。全く結果同じで、ハイライトも同じ封じなんですけれども、 まあなんか見ちゃうんですよね、どうしてもね。もうスポーツニュースとかっていうのがもう同じ内容なんだけど、ちょっとアングルが違ってたりとか、インタビューの相手が変わってたりとかね、その辺が違いがあるんで、そういうのがね、面白いなっていつも見てるんですけどもね。まあ、多分これはね、本当にこう、野球し、まあ好きじゃない人というか、特に女性の皆さんからするとね、あのー、えー、さっきもこれ見たんじゃないえ、 巨人が2対ゼロで買ったんでしょとかっていう意見だと思うんですけども、えー、それが好きな人からすると、いや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 、映り方が違うんだよねとか、取り上げ方が違うんだよねとかね、もうめっちゃこう細かい視点で見てるとことかね、あったりもするんですよね。えー、ラジオを聞いてい皆さんの、まあ、普段の、ね、生活の中の楽しみ、えー、仕事、まあ、家事、プライベート、ね、えー、そんな中で、 え、唯一の子楽しみ。まあ、趣味は何ですかというテーマで今日は設けていきたいと思います。メッセージリクエストは76、761アットマーク、コザ .jp、761アットマーク、コザ .jp でお待ちしています。えー、追決の方からラジオネーム、えー、なんとかホークさん。<laughs> モイモーリーさん。テントがんろうかいさん。 えー、今のところみやちゃんさんとしおりーの2票ということでみや、えー、ちゃんさんのコメントがですね相変わらず安定の男前っすねーというねコメントに対して、えー、店頭さん曰く今のところみやちゃんさんとしおりーというね、えー、アシスタントさんのお友達の、えー、票を集めた結果をねコメントしていただいております。はい <laughs> いや、こういうね、2票をね、数少ない票をね、大事にしていって、それからまた増えていきますからね。はい。えー、青野軍団さん。なんで巨人が勝った手で話進める場ということで。<laughs> いやいやいや、これ仮の話ですからね。はい。あの、また逆に巨人が勝つと、他の5球団盛り上がるじゃないですか。行ってもね。はい。メラメラ火つけることになるんで。 はいえー、軍団さんどこファンなのかなセ・リーグねあんまりこうイメージないなさあどこファンなんでしょうか、えーまあ、とにもかくにも今日の番組のテーマは趣味というところですかね、えー、趣味に関する皆さんからのメッセージをお待ちしていますさあ時刻は4時17分になっています続いてはメッセージのコーナーです さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りします。世の中のいいニュース、感動した話、思わず誰かに伝えたくなるようなそんな話題を紹介していきます。今日のメッセージは沖縄タイムスの地域面の中から女性の目線で磨いた車と技、えー、中城村久保区の小六さつきさんは県内では珍しい 女性の板金塗装工。近年、ペンキや薬剤の匂い、汚れが敬遠され、若者の塗装工離れが激え著しい中、小六さんは、車の傷を治すこの仕事が好きでたまらないと起業。自動車修理工場などの関係者は、ペンキの飛散を防ぐマスキング作業には女性もいるが、板金、塗装の一連の流れを一人でこなすのは県内では珍しい。

尋ね歩き、えー、就業申し出たが、女性が、えー、汚れで長続きしないよとことごとく断られたそうです。その後、埼玉県で働いていた19の時、市内数カ所を訪ね、ようやく大型車の板金塗装工場で雇ってもらったということです。えー、当初は女性だからすぐ辞めるだろうと軽く見られていたというが、もともと手先が器用で車好きのおろくさん、先輩や同僚から、 懸命に仕事を学び、丁寧な作業をこなして技に磨きをかけました。6年間の在職中に金属塗装一級技能士の国家資格も取得。25歳で沖縄に帰郷。子育て中でペンキや薬剤の影響を心配し、一時、うるま市の車工場で働いていたが、やっぱり自分には板金塗装業がベストと一年発起え。今年2月の初め、 オートバイツーリング仲間の中山聡さ,さんが経営する沖縄市大里の広オートデンソーの工場をシェアし起業しましたまだ短期間だがきめ細やかな作業とツーリング仲間えツーリング仲間の口コミで評判を呼び客が着実に増えつつありますえ中城村のオートガレージ誠の比嘉正人さんはえ女性の細やかな女性の細やかさは真似できない 男女問わず若い世代が続いてほしいとエールを送りました。おろくさんは自分の好きな仕事に就くことができて幸せ。技の向上を目指し、特に若い人へ技術の指導をしたいと意気込みを語りました。はい、ということで、えー、女性の目線で磨いた車と技、えー、板金塗装業をされているおろくさん、 36歳の話題をお届けいたしました現在沖縄市の大里の方でね起業されていてでその技術がですねもう人が人を呼んで着実にお客さんが増えているということなんですねあのその板金塗装の塗装されている時のね写真の方が掲載されてますけれども、えーまあ、女性のこの細かいところっていうんですかね えー、男性側は気が付かないところだったりとかなかなかね持っていない視点を持ってたりとかするんでしょうねやっぱりこのもう好きっていうね気持ちがやっぱりこう普段ののんていうんで,すでしょうかね、えー、勉強熱心だったりとか求心力だったりとかいろんなことが多分このおろくさんにはあってでその働く姿をね、えー、周りの人が見たときに ついついね、あのー、手を差し伸べたくなるような、そんな方なんでしょうね、きっとね。まあ、現在26歳ということなんですけれども、沖縄市の大里の方でね、お仕事も頑張ってらっしゃるということらしいですね。まあ、もしかすると、ラジオを聞いている皆さんの中でね、沖縄市在住、または沖縄市で勤務されている方がいて、何かのトラブルの際に、もしかするとお世話になるかもしれませんね。 えー、今日の沖縄タイムスの地域面の中から紹介いたしました。メッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました。 さあアジクーターラジオ火曜日生放送でお送りしております今日の番組のテーマは趣味、えー、皆さんの趣味は何でしょうかねトマブンさんからいただいておりますお一人様 DJ モーリーこんにちはアジラジネームトマブンです画像の商品全部食べて明日から1キロ減らす運動しようねまあ満たされたなということで、えー、これは某ファーストフードの、えー、メニューの 写真でしょうかね。あー、クーポンか。なるほど、なるほど。えー、てり焼きバーガー、ポテト M2 つ、チキンマックナゲット、コーラ、コーヒー M。して、プロ野球結果サーフィン、あ、プロ野球結果サーフィン、俺もやるよ。編集違うよね。報道ステーションのがデータだったり、細かい配慮が好きかな。えー、趣味、ラジオ投稿、ブログ投稿、以上。 はい、ラジオネームぶんさんから頂きました、はい、え今日のお昼なんですかねこれね照り焼きバーガーポテト M2 つマックナゲットコーラーコーヒー <laughs> 食べ過ぎじゃないかななんて思いますけれども明日から、えー、1キロ減らす運動しようねということですねはい食べ過ぎたんで明日から気をつけるというとこでしょうか そうなんですよね。このプロ野球結果とか、サッカーのね、情報とか、このスポーツ関連のニュースとかってね、全然、なんて言うんですかね、結果自体はね、もう出ちゃってますから、同じなんですけど、なんだろうね、結果の映し方というか、だからそういうのありますよね。あのー、フィギュアのね、あの、羽生結弦選手が世界選手権でこうね、優勝したじゃないですか、最近ね。で、ああいうものも取り上げ方が、 なんんか違うんですよね何だろうアングルとかなんでしょうかねだからもう結果は同じなんですよ結果はもうねこう事実ですから同じなんですけれども何だろうな演出の仕方が仕方が違かったりとかあとこのスポーツのねちょっとしたこう尺が違かったりとかっていう問題かもしれませんねえー、さあということで今日の番組のテーマは「趣味」こちらでお送りしていきたいと思います さあ、一曲お届けしていきますが、この後ね、一曲お届けした後に、まあ、ゲストというかね、アシスタントというかね、何というかね、まあとにかくね、あのー、この後僕以外の人が一人スタジオに入ってきますんで、えー、どんな方がね入ってくるのか、こちらもね、ちょっとね、楽しみにしていただきたいなと思います。はい。えー、この後のね、喋、えー、る皆さんにもメッセージを送ってください。 七六一アットマーク fm コザドット jp 七六一アットマーク fm コザドット jp でお待ちしています。さあ時間までオイズミオウイズスターダストレビューで本日のスープ。 お届けした曲は「大泉洋 With スターダストレビュー」で「本日のスープ」でした <coughs> さあ時刻は4時33分になっています。 えー、毎週火曜日のこの時間は、まあ、ノーアシスタントデーなんですけれどもこの時間はですね、えー、カメラにはちょっと映りたくないんですけれども声だけならということで、えー、ある女性の方がですねスタジオの中に入ってきましたそれでは自己紹介よろしくお願いします。沖縄市ののですすすおお願いします、はい、お願いいいいししまままははたあのねね今日はね、ま、さか こういう日が来るなんてっていうところなんですよ、実はね。あの、<laughs> FM 小座の、あの、イラミア紀さんがですね、披露宴をあげまして、で、その二次会で、まあ、実は FM 小座のスタッフが、あの、利用させていただいた、ある、居酒屋なんですね。居酒屋の、店員さんなんですよね。はい。リサトちゃんね。はい。で、その時の、あの、僕らの席について、たびたび、あの、面白い発言をしてくれたのがリサトちゃんで、 で、そこで、まあ、あのー、スタッフが、ラジオで喋ったらいいんじゃないのっていう話があって、で、今日なんだよね。はい。ちょっと挑戦っていうことでやってみました。今、どんな気持ちですか、今ちょっと緊張してます <laughs> <laughs> 初めてなので <laughs>。<laughs> <laughs> いや、もうこう、今日ね、スタジオに来た時に、もうスタッフ、皆さんも大歓迎だったでしょはい。嬉しかったです、あれ。ねえ。よく来たねって。<laughs> え、現在いくつでしたっけ 今年19歳ということで、まあ、今学生さんですけどもねはいあのラジオとかで聞いたことあるの一回あ先週聞きましたお<ー>車乗ってる時に流れてて<ー>ああれだみたいなあの次ちょっと出ようか考えてるところだと思って <laughs> <laughs> で今日はねあのー、まあ ええ、どうしようかなと思ったけど、まあお母さんとか、いろんな家族の後押しがあって、なんて言ってくれたの、お母さん。挑戦で、まあ、やるだけやってみればって言われたので、<う>ああ、じゃあ、うん、一応一回やってみるよ、みたいな。おうんうんそういうノリですね。ノリで来てるんだよね。<laughs> <laughs> そうですね、もう。<laughs> お母さん聞いてますかね。すごいなあの、新年の始まりましたけど、学校も、もうスタートしてる 明日からですね明日からだじゃあ今日まで休みだそうです何してるの毎日毎日うん昼に起きてこのゆっくりしてバイト行って遊んで寝てバイト行っての繰り返しですね毎日毎日一緒ですね今日までね今日までやって明日からも学校スタートそうですねなるほど昼に起きないか心配ですねだめだこりゃだめだこりゃいや今日はね実はあのスタジオの外にもね えー、お友達がやってきてて、その友達さ、ずっと携帯をこっちに向けてから。<laughs> 本当に。<laughs> やばいですよね。ねえ、リサトちゃんが喋ってる様子を動画撮ってんのかな <laughs> 写真か動画かな <laughs> 入ってこればいいのにな <laughs> これ後でね、いじる系のね。<laughs> 本当に。あれですけれども。あの、こうやってね、まあ、沖縄市、地元なんだよね。はい。小沢ね。小沢は地元じゃないです。まあ、沖縄市出身といことであ、そう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 。<ー>それですね。 あの、ディスナーの皆さんからもね、コメントがいくつか来ているんですけれども、えー、テントを頑張ろうかいさん。あ、モーリーさんが言っていた、どんどんタメ口になっていく面白い店員さんか、<laughs> い<怖>いということで。<laughs> え、この時のこと覚えてる僕らの二次会の時のあの様子って覚えてますか覚えてますよ。一応、うん、酔ってないので。うんうん、<laughs> いつも調べで営業してるので <laughs>。<laughs> <laughs> で、その時に、あまりにもそのディサトちゃんの返しが面白かったんですよ。 全然覚えてない。そこは覚えてない。<laughs> <laughs> ちょっと待って。<laughs> えー、そしてね、コメントもいくつか来ていますが、<laughs> えー、平成9年俺なんか長男と同級生ということで、青の軍団さんから頂きました。はい。まあ、あの、ラジオ聴いてるディスナーさんの、まあ、ちょうど、息子さんと同い年ぐらいかなというね、<laughs> 話ですけれども。 あのー、今日の番組のテーマっていうのが趣味っていうテーマなんですけど趣味って何ですか趣味、うん、趣味音楽聞くことか<ー>寝ることですね音楽聞くことと寝ることと食べること食べること <laughs> あの最近食べた美味しいものって何ですかタコライスチーズ本場のタコライスが、うん、ギノ乃湾の方にあるんですよ めっちゃ美味しかったですよ。チーズォンデュのタコライスそう,そうそう。タコライスの上にチーズォンデュかけて食べるんですよ。うん、めっちゃ美味しかったです。美味しかった美味しかったです。チーズォンデュはちょっと贅沢だね。やばかったですよ。え<ー>でかいし。<laughs> <laughs> ボリュームが。<laughs> ラジオだからね。<laughs> えー、じゃあそのチーズォンデュのいえばタコライスだ。 美味しかっには他にうん他に何食べたかな唐揚げ唐揚げ <laughs> 昨日食べた唐揚げ <laughs>。<laughs> 超美味しかった。<laughs> 美味しかったです。でかかったんですよあれね。<う>めっちゃ美味しかったですあれ。できればこれあれだねチーズオンデンかけたいね。うん。うん。好きやな。 あの、唐揚げだったらチーズかけても美味しいけど、はいはい、あれは塩が美味しかったですね。ああ、なるほど。あれは塩ですね。<laughs> じゃあ、こだわりがあるんだね。そう。<laughs> えー、えー、さあ、なるほどね。えツイキャスの皆さんもコメントが来てますけれども。さあ、今日の番組のテーマ、趣味ということですけれども、まあ、今現在はね、19歳ということなので、これからまた仕事とかね、本格的に決めていくんだよね。はい。将来何になるんですか保育士ですね。おすごい、子供好き。 はい。好きです。子供は好きですね。じゃあもうこの子供と遊んだりとかするのが好きなんだ <laughs> 好きで楽しいですよ。えー、周りが多分、自分の周りがちっちゃい子しかいないので、うん、多分それで、それの影響かな。ええー、じゃあ将来はどんな保育士になりたいですかどんな保育士とりあえず子供に好かれて、うん、親には信頼される人ですかね。おー、すごい。<お>よく言ってたね。すごいね。<laughs> いや、でももう好かれてんじゃん多分。 保育園実習って言ったら、うん、それなりに、うん。それなりに。<laughs> それなりに。<laughs> それなりに。<laughs> なりに <laughs> なりに子供手助けてそ。そうですね。じゃあ子供たちも笑ってくれて。笑えますね、えー。じゃあ現在は、じゃあその保育の道を目指して、勉強中だ。はい。なるほど。まあ今日のラジオはですね、実は、まああの、お試しラジオみたいな感じでね、あの、挑戦してみようかなっていうことで来、うん、ましたけれども、はい、実際こう生放送に出てみてどうですか、今。 今は、ちょっと、うん、なんか、うん。だい <laughs> なんか、緊張はほぐれたけど、ああ生放送って感覚はあんまないです <laughs>。<laughs> <laughs> 収録みたいな <laughs> <laughs>。すごい、収録もわかるんだね。<laughs> あの、またね、次回とか、来週火曜日とか、まあ、今後のね、あの、日程なんかは、まあ、あの、学生でもありますから、その辺の調整しながらですけど、どうですか次もまたラジオ出ますか 挑戦はします。<お><お> <laughs> 挑戦でもう一回。いや、時間があればやります。<laughs> <laughs> す,すごいわまあ、あのー、後ほどね、えー、まあ、ディサトちゃんが働いている居酒屋のね、あの、お店紹介なんかもできたらいいですね。やりたいですね。ね<ー>どんどん来てほしいです。お店にね。はい。ま、えば、この放送を聞いてる皆さんも、あの、とある居酒屋に行けば。そう、会えますね。 リサとちゃんが、ま、接客してくれますからね。みんな、面白いですよ、まあ。あのー、じゃあもう来週以降もじゃあ来てくれるということで。いいはい。大丈夫です。もう、オッケーになった、もう。ん <laughs> オッケー <laughs> もうやる気になった。<laughs> あのー、時間と、あれが合えば、うん、ぜひ、また。来る来ます。おー。やります。<laughs> さあ、来週以降ですね、本当にこの、まあ、あ ま、時間をね、ちょっと調整しながらでありますけれども、もしかすると5時台ぐらいからね、来れるんじゃないかなという話なので、えまた来週以降もどうぞ楽しみにしていただきたいと思います。じゃあせっかくなので、今、ラジオ聴いてる人が、あの、たくさんいるんで、ラジオ聴いてる皆さんに一言いただいていいですか一言。うん。一言。 ありがとうございました。今日の、えー、アシスタントゲストでいいのかなリサトちゃんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 さあ、ということで、ええー、まあ、毎週火曜日ですね、この時間、ずっとこのアシスタントがいない。 曜日がね、続いてましたので、まあ、新年度にもなりましたので、今後ですね、先ほどの、まあ、ゲストっていう言い方が正しいのか、アシスタントという方ではね、えー、まだあれですけれども、えー、また来週以降ですね、来てくれるという話を聞いてますので、まあ、ちょっとずつね、出演の時間を増やしていってですね、ラジオも楽しんでいただこうかなと考えておりますので、また来週以降、沖縄市、淡路出身のね、リサトちゃんをどうぞお楽しみに。 さあ、青野軍団さん。火曜日アシスタント決定えー、子供いじってる風事でどんな扱いしていいか考えないとや。<laughs> 子供、子供、えー、いや、確かにそうですね。あの、どう、どう、どう扱ったらいいのかなって一瞬思いましたけれども、確かにね。えー、天童さん、生放送って感じがしないって、 えー、なんて緊張感のない番組なんだ、ということでいただいております。はい。もうこれはもうご存知の通りかもしれませんね。えー、ホークさん、モーリーさん、たじたじということで。はい。もう来週以降ね、ちょっと僕、たじたじないそうですね。あの、変な汗かきそうです、えー。軍団さん、女王が認めたアシスタントなら面白い娘なんだはずなということでいただいております。はい。 いや、あのー、まあ、まだね、今回は初登場ですから、えー、今後、どんどんね、えー、まあ、自分を出していて、自分を出していただければ、なかなかないキャラクターじゃないかなと思いますね。いや、本当にね、あのー、その、広範の二次会の、その、店員さん、まあ、居酒屋の店員さんだったんですね。で、その時のこの返しが、めちゃくちゃこう、 ヒットしまくってて、あの、酔っ払いたちに。<laughs> えー、お酒をね、召し上がってる、こう、出来上がった皆さんに、めっちゃこの、なんて言うんですかね、反応が良くてですね、あ、これはっていうね、えー、まあ、山内さんはじめ、まあ、耳、耳にもね、含め、いいんじゃないのってなって、で、それからね、話がトントントンとなり、で、今日みたいなね、展開でしたけれども、はい。また来週も来てくれるらしいので、えー、どんな感じで、ね、放送になるのか、 こちらもどうぞお楽しみに。えー、北野ディスさん、えー、モーリーさん、ゲストのディサトさん、ディスナーの皆さん、こんにちは。えー、保育士を目指しているのな,ならば、モーリーさんに、こび打っておいた方がいいですよ。かっこ、腹黒い大人より、ということで。<laughs> いや別にね僕に媚びうったところで全然何のあれもないですからねはい,いやでもすごいねあのちゃんとしたこう自分の目標というか子供に好かれるでまた親御さんに信頼されるようなそんな保育士になりたいって言ってましたからねでああいうふうにね質問してパッて答えられるっていうのは常にこう自分の中にそういう芯があるって証拠ですからねいや楽しみですね、えー、現在19歳ということで、はいまあ、これからね ええー、二十歳になっていくという若い、そんな女の子でしたけどね。さあ、今日の番組のテーマは、趣味、こちらでメッセージをお待ちしています。メールは76、761、アットマーク、FM コザ、ドット JP、761、アットマーク、FM コザ、ドット JP、こちらでメッセージをお待ちしています。さあ、アジくうたラジオ、今日もね、この後5時56分までの生放送をお送りしています。 ビレッジシンガーズで「雨色の髪の乙女」でしたさあ、4月4日火曜日今日の天気ですけれども東の風 後南東の風、やや強く晴れ。波の高さ1.5メートル。夕方以降降水確率10%の見込みです。日中の最高気温が23度。あの、今日僕、ポロシャツなんですけども、もう全然こう、朝からね、この時間にかけても、まあ、半袖1枚でも全然過ごせるかなという、そんな陽気になってますね。えー、向こう1週間ですけれども、まず明日、南東の風、やや強く晴れ。 昼前から時々曇り、波の高さ1.5メートルのち2メートル、明日の降水確率1日を通して10%、日中の最低気温が19度、日中の最高気温は24度となっています、えー。明日以降ですね、沖縄地方最高気温が25度近くまで上がってきそうだということなんですね。えー まあまあまあ、あの、暖かくもなるってことですね、これね。うん。まあ初夏っていうところなんでしょうか。はい,いや。いいんじゃないですかね。うん。ただただ、今週末、えー、土曜日、日曜日頃から次第に雲行きがちょっとずつ怪しくなってきそうだということなんですね。えー、4月の9日、日曜日が曇り、1時雨の予報です。えー、金曜日まで、 えー、曇りもありますが、晴れのお天気が続いていきそうだということですね。えー、1週間、最高気温が25度まで上がる、そんな、ね、日中になってきそうですね。まあでも、過ごしやすいんじゃないかな。うん。さあ、今日の番組のテーマ、趣味というテーマですけれども、こちらいきましょう。ラジオネーム、これは、青の軍団さん、チェズスモーリー。 まさか自分の子供の同い年の子をいじる日が来るとは。かっこ悪い。<laughs> 19歳ね。そうなんですよね。僕のいとこと同じ年齢ですね。これ言ったらね。えー、人間観察、えー。趣味ね。ああ、そういうことか。軍団さんの趣味が人間観察。最近は FM こそなパーソナリティに突っ込みを入れること。これがストレス発散になっているのか。ストレスないってば FM 小座ありがとうございます。はい、ラジオネーム、軍団さん、いただきました。えー、そんな突っ込むとこないですけどね。<laughs> えー、朝から聞いてる人は多分、曜日ごととかね、時間帯ごとでいっぱいあるんでしょうね、突っ込みどころが。まあ、あのー、現役でね、流れてる放送とはまたちょっと違ってて、えー、いろんな職種の方が喋りに来ますからね。 あの番組持ってたりとか。で、本当にあの、専門職の方が番組持ってたりとかするんで、その専門の深い話とかね。あのー、まずテレビとかネットではなかなか見たことのない詳しい情報だったりとか、マニアックな情報とかね。で、また高校生がやってたりとかね、大学生がやってたりとか、結構この、何て言うんだろうね、聞いてる人と喋ってる人が距離が近いというか、まあ、その辺が多分コミュニティ、 FM 小ザの特徴かもしれませんね一番突っ込んでる番組って何なんですかね軍団さんねえよかったじゃないですかストレスフリーねえさあこちらもいきましょうかねあなるほどこれ長いメッセージですね、えー、ご5時台に改めて紹介しましょうかねはいコメントも頂い,いておりますありがとうございます 今日の番組のテーマは趣味。こちらでお送りしていますアジクーターラジオ。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディスクリニック株式会社ティーダカンカン不動産株式会社上進組以上各社の提供でお送りいたしました。 たさ FM 小ザでもおなじみの、平梢さんの、さあ、ゆいさもれ。この曲を4時のエンディングでお送りしたいと思います。この後5時台も、アジクウタラジオ生放送を続きます。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajacuta Radio on FM 76.1 coming up. さあ、夕方5時を回りました。4月の4日、火曜日、アジクーターラジオ生放送をお送りしております。四、えー、4月の4日、まあ今日は何の日ということで調べてみたところですね。まああのー、4時の前半にも話をしたんですけどね。二十四節気の一つということで、えー、生命、まあシーミーの入りということですね。えー、草木が芽吹き、 えー、何の草木か明らかになる頃だと言われているということですけれども、まあ、あの、墓掃除に出かけた方、またはね、お墓の前に、えーまあ、ご挨拶に出かけた方とか、いろいろいらっしゃるでしょうけどね、今週末、来週末とか、まあ、今月いっぱい、 このシーミーシーズンになるかもしれませんね。まあ場合によっては5月に入ってからのところもね、あったりとかしますけれども。いやー、弁当屋だったりとかね、あの天ぷら屋だったりとか、その注文してから結構ね、あのー、受け取りに行ったりとか、もう先々混みますからね、またね、まあこの時期がやってくるなというところですけれどもね。そして、えー、今日は沖縄県誕生の日ということなんですね。 えー、琉球藩を廃し沖縄県とすることを布告1879年の4月4日今日の出来事ということなんですね、えー、それ以外にもですね NHK 朝の連続ドラマ「おしんの」の放送のスタート、えー、国際的なヒットになりました1983年の今日の出来事となっております という感じですねはい、えー、4月の4日でございますまあ、それ以外にも、えー、ヨーヨーの日あとピアノ調律の日アンパンの日などなどとなっておりますさあそんな4月の4日ですけれどもね皆さんは何をしながらこの放送を聞いているんでしょうか、えー、番組宛のメールはこちらでお待ちしています761 fmcoza.jp 761アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています。さあ、5時の最初のメール紹介しましょう。先ほど紹介できなかったんですけれども、えー、ラジオネーム、アルファウィングケインさんからいただきました。どうも、ハイサイモーリーさん、はじめまして。おそらく、この時間帯の番組への投稿も初めてです。FM コザは、毎週火曜日の朝と、水曜日の夜、 たまに金曜日の夜に聞くことが多いんですが、今日は珍しく、仕事が予定よりも早く終わり、若干暇になったので、たまたま聞いてハマりそうになったアルファウィングケインです。まだまだ忙しい時間帯ですが、タイミングが合えばスマホで時計代わりに聞きながら楽しみますね、といただいております。はい、ありがとうございます。毎週火曜日の朝、水曜日の夜、 ああ、もう、この、ピンポイントでじゃ効いてるってことなんですね。えー、さて、今日のテーマですが、趣味といえば、スポーツ系は現在、休眠状態ですが、マラソンの練習やストリートバスケを楽しんでいます。小中学生と高校時代は、球技が多く、えー、野球とサッカー、卓球などもやったこともありますが、体を動かすのが苦手なのか、レギュラー選手を目指そうと、目指すという目標も興味がなかった学生時代でした。 社会人となった今ではメタボ対策と健康のために毎日とまでは行きませんが自宅でできる乗り物模型とジオラマ模型の制作という名の創作活動を一つの趣味として楽しみつつ空いた時間で体を鍛えるという二つ目の趣味を模索しています乗り物模型とジオラマ模型制作 えー、しかもなぜ模型制作という二つ目の趣味をやっているかと言いますと、沖縄市中央公民館で毎年開催されている模型展示会に向けて、あ、こういうのあるんですね。えー、急ピッチで進めております。が、話が長くなりそうなので、割愛しますねと、えー、言葉でうまく伝わらないと思いますので、制作中の車の模型と、これまでに制作し、展示した、働く車模型の写真を送ります。 はい、はい。ということで、ラジオネーム、アルファウィングケインさんからいただきました。あー、なるほど。車の模型ありますね。へー、大きさ的には、プラモデルぐらいですかね。あの、パソコンの、このキーボードがありますけれども、そのパソコンのキーボードよりも、の半分ぐらいですかね。それぐらいの大きさのものがありますけれども。 ああ、じゃあいろいろ作ってらっしゃるってことですね。へえ、ってことはあれだ。手先が器用なんだ、これ。ねえ、色塗ったりとか。はあ。まあ、でもこういう展示会とか、なんていうの、一年に一回とかね、何か大会的なものがあると、それに向けて、多分熱も入るってことなんでしょうね。ああ。いや、でもこれ男の人だったらわからないでもないかもね。この模型とか。 プラモデルとか、あのガングってね、呼ばれるものとか、この組み立てるのとかね、あのボンド使ったりとか、そのペイントしたりとかするのって結構好きですからね。いや、でも、根気入りそうだな。あー。まあ、これね、その展示会でまた展示をすると、なんか賞とかいただけるんですかね、どうでしょうかね。はい、またその辺も、時間があればメッセージお待ちしています。 え、こちらも行きましょう。ラジオネーム。ともぶんさん。昨日、納車二日目でブロックにかかじってブル,ーブルーって話したさあね。さっきサンドペーパーでこすってタッチペンでぬりぬりして、なんとか誤魔化せたかなえー、作元に俺の車種のタッチペンだけ売り切れで、えー、3C まで行ったさあや。じゃあ時間押し気味だけど、安全運転で仕事しようや。はい、ラジオネームともぶんさんから頂きました。 ね、これねもう車こすったりとかしたらもうテンション下がりますからねほんと僕もねそうなんですよ左の前のフロント部分っていうんですかねしょっちゅうかかじるんですよでもうトモブンさんと同じでサンドペーパーとかでこすってこの車種ごとのねタッチペンでやるんですけど色が違うんですねこれね <laughs> 車種見てるけどな、なんか微妙に色が違うんですよね。あまあ、とにもかくにもね、こすらないことっていうのが、まあ、最低限ではありますけれどもね。もうしょうがないですね、これね。はい。さあ、こちらも行きましょう。ラジオネーム、青の軍団さん。FM 小座で突っ込みどころ満載な番組。 えー、毛利知ってるか分からないけどさ、4月から大手のラジオカーリポーターに抜擢された司会者がいるわけ。この方のおしゃべりがリスナーが持ってるところとは別のところから放ってくるからさ、聞く人はよ、大変よ。ある意味、釘付けになるからね。<laughs> <laughs> ラジオネーム、えー、青の軍団さんからいただきました。はい。誰のことを言ってるんでしょうかね。 また慌ててコメントが来るかもしれませんね。5時のオープニングです。サチモスでガガ。 さあ、じくターラジオ、この放送は、社会福祉法人人福祉会道場保育園、花風三里保育園の提供でお送りいたします。5時のオープニングはサチモスでガガーでした。 さあ、時刻は5時15分になりました。メール紹介しましょう。ラジオネームベルプラマスクさん、えー。今日のテーマ、趣味ですか昔は漫画読んだり、テレビでお笑い見るのが趣味だったんだけど、最近は時間がないから全然できてないな。えー、最近はラジオ聞いたり、帰りながら YouTube のラジオ聞いていますで。ずっとラジオだな。ラジオネームベルプラマスクさんからいただきました。はい。あー、なるほど。 まあ確かにね、時間がある時の、なんていうの、趣味と、まあ時間がないなりのなんか趣味ってやっぱ変わってきますからね。ああ。まあでも、ラジオ好きなんですね。YouTube のラジオ聴いてるってことは、もうあれだ、もう県外のその放送とかだ。多分ね。えー、いや、好きなんですね、じゃあね。いやいや、これね、嬉しい話ではありますけどね。うん。まあこの、 こさを聞いてる方もね、えー、まあ、地元沖縄市の方もそうですし、沖縄県内ではありますけれども、多市町村の、ね、方だったりとか、あと、県外で聞いてますという人もいますからね、まあ、よくこのコミュニティの放送局を、まあ、ツイキャスにしても、ユーストリームにしても、まあ、761のね、電波にしても、よくこう、そのチャンネルをね、合わせてくれたなと思いますね、やっぱりね。うん。 まあ、いろんなこうきっかけっていうかね、えー、誰かがこうツイートしててとか、いろんなきっかけがあると思いますけどもね。えー、趣味がね、多い人もいるじゃないですか。まあ、僕の同級生とかも、まあ、波乗りしたりとか、バイク乗ったりとか、あともう車、車に結構お金かけ,たいたかけていたりとかね、するんですけど、なんかこう、 楽しそうなんですね。その、趣味の話をしてるときももちろんそうですけど、あんまり無駄のお金使わないんですよ、行ったら。コンビニ行っても、その、まあご飯屋さん行ったとしても、あ、ご飯屋さん行ったらあれだな、結構気前がいい感じというか、出すのは出すけど、出さないのは出さないみたいな。あのー、なんて言うんかな。自分の中は多分線引きがあるんでしょうね。 このエリアはお金出すけど、このエリアはお金はそんなに出さないみたいな。じゃ、ちゃんとこうやって自分の中で、あの、線引きができてるから、貯金もね、ある程度こうできてて、で、その貯金が溜まったら、大きいこのものを買うみたいな。その辺のお金の使い方が、すごい上手い感じがしますね。だそういうふうにね、なりたいなとは思うんですけどもね、うまくいかないな、なんかなえー、青の軍団さんから、あり。 レディーガガを流す話していたのに、タイトルがガガっていうの流しおるさ。そこよ右ピッチャー投げる、えー、右ピッチャー投げるカーブと、左ピッチャーが投げるシュートの違い封じだな。<laughs> え <laughs> あ、なるほどね。あの、イレギュラーっていうことですね。はい。えー、ちょっとこうずらすっていうね。<laughs> はい。 いや、あの、意図してやってるわけじゃないんですけどね。ね、そこは、あの、知っていらっしゃると思いますけれども。はい。えー、ラジオネーム、グンさん、ありがとうございました。さあ、今日の番組のテーマ、趣味。こちらでお送りしています。えー、ラジオネーム、ピーチベルシルバーさん、ちょっとね、伝えこ、伝えたいことというか、ディスナープレゼントの発表なんですけれども。えー、これかな イオンライカムで、えー、現在やっています。超体験、不思議科学の遊園地、四角トリックや 3D アートを組み合わせた参加型チークアトラクション、えー、ボールが坂を登っていったり、壁をすり抜けたり、弦のないハープから音が鳴ったりと、なぜどうしてと考えてしまう不思議な現象を体験することができる、超体験、 不思議な科学の遊園地。えー、こちら。まあ、チケットということで、親子ペアチケット、ラジオネーム、ピーチベルシルバーさんに当選しておりますので、えー、今、このラジオ聞いてましたら、はい、えー、まあ、時間がある時にね、ピーチベルさん、受け取りの方、よろしくお願いいたします。結構ね、いろんな、こう、ディスナープレゼントの発表、またはね、えー、メールの募集なんかもかけてますんで、また、今月以降もね、 まあ、いろんな番組で案内かけていきますからね。また引き続き、FM コサ761を聞いてください。さあ、そしてちょっとね、お知らせもあるんですけれども、えー、4月、4月といえば、テルリン祭。はい、毎年、この4月になってきますとですね、えー、テルリン祭というものが開催されるんですね。 まああの亡くなられたまあテルリンさんテルィンスケさんのですねまあお弟子さんたちももちろんそうですけれども歌者の皆さんがですね1年に1回集まりまして沖縄市の中央パーカーベニューにてー今年は開催でもう正午から始まって夜9時ぐらいまでね暗くなる時間帯までもう休まずノンストップで えー、各歌者さんがやってきまして、えー、ライブをお届けするという、もうスペシャルな一日がやってきます。第9回の小座テルリン祭が4月の16日日曜日、正午12時から始まります。沖縄市の中央パーカーベニューにて開催、えー。その前の日、4月の15日はですね、子供テルリン祭というタイトルで、えー、午後2時からのイベントも沖縄市のパルミラ通りの方で行うということですね。 元気のある小学生、中学生の出演者、大募集ということでございます。まあ、詳しい情報はですね、えー、テルリンサイ実行委員、携帯番号まで、090-6861-3434、090-6861-3434、34 34 3信3信と覚えていただきたいなと思います。 えー、コザテルリン祭が4月の16日正午から、その前の日4月の15日が子供テルリン祭というタイトルでイベントが行われるそうです。えー、地域の元気な小学生、中学生、出演者募集中ということですね。以上、第9回コザテルリン祭と子供テルリン祭のお知らせをお送りいたしました。 さあではではこの辺で曲も一曲挟んでいきたいと思います、まあ、せっかくなんでね照屋、えー、スケさんの曲を流していこうかなと思っております、えー、確かね4月の4日今日がその、まあ、亡くなられた照ンさんのねお誕生日ということなんですよね、えー、ではではもうたくさん曲ありますね うん、この FM 講座のライブラリーにもですね、えー、何十曲も曲があるんですけれどもその中からどれがいいかなえー、結構ね、あのー、曲もそうですけれどもそのテレディスケさんがまあタクしているね時のこう音声なんかも まあ CD 収録されているのが結構ありまして。で、その、まあ音源なんかもね、聞いていただこうかなと思ってますけれども。ちょっと今、えー、パソコンがくるくるいってますので、もしもしお待ちを。えー、さあ、こちらメール行きましょう。ベルプラマスクさん。あ献血が趣味ですね。モーリーさん。注射でく薬を打たれるのと、血を抜かれるのって、どっちが気持ちいいね うーんどっちも気持ちよくないっすね。<laughs> ダメですね。はい。でもなぜか注射を打たれるときは見てしまいますね。なんかね、えー。自分は血を抜かれるのが気持ちいいわけ。抜かれていたらなんか気持ちいいよ。横島な献血理由だね。<laughs> ということで。<laughs> いやいや、まあ、それ、受け取り方はね、それぞれですからね。 いいんじゃないのかなと思いますけれども。いやーでもね、僕はちょっとあれだな、血抜かれるのは、あの、はってこうなるね。あの、フラットするというか。あまり得意じゃないかもしれませんね。うん。えー、献血か、まあ、先日もね、そういう話してましたよね。今年度こそは、献血、協力もね、していきたいなと思いますね。 さあ、アジクータラジオ、火曜日、今日の番組のテーマは、趣味。こちらでメールをお待ちしています。メールは76、761アットマーク、fmcoza.jp 76。761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。さあ、ではでは、スタンバイ OK ですね。えー、テリアディ d スケさんの、まあ、アルバムの中から、平成綿文章というアルバムがありまして、 でその中から1曲お送りしていきましょう、まあ、曲もありますけれどもうん、まあ、曲にしようかなちょっとねトークの部分はありますけれども、えー、ではでは1曲お送りしましょう「照ンスケであやかりぶし。この曲の後は子どもたちのコーナー「未来かなえ」の時間です お送りいたしました、えー、先ほどもお伝えしましたが第9回の、えー、テルリン祭がね4月の16日日曜日に沖縄市の中央パークアビニューにて正午から、えー、夜9時前とかねもしかすると9時過ぎるんかな、まあ、9時前後で、えー、開催される毎年のビッグなイベントとなっております。えー、県内の まあ、歌者のね、若手の皆さんから大御所の皆さんまで、えー、たくさん勢ぞろいする、まあ、そんなお祭りとなってますね。えー、まあ、アビニューでやりますから、あのー、まあ、入場無料で、で、しかもね、その舞台設置なんかも、まあ、雨が降ることも想定しながら、テントとかね、いろいろこう、設営の、まあ、準備なんかもあると思いますので、ぜひね、えー、県内で、まあ、歌者の皆さんの演奏が好きな方、 まあ若手の皆さんから本当にベテランの皆さんまで来ますからね。またエーサーの演舞があったりとか。で、また司会をする皆さんもね、本当にこうそう,そうたるメンバーですからね。えー、まあ例年だと多分玉木光さんとか藤木隼人さんとかね。で、また毎週木曜日の、えー、アジラジの後でね、番組やっている大城隼人、まあ。ヘンリーだったりとか、いろんなこう方が MC やったりとか。 で、また、ステージをね、華やかしていただける方々が、もう、こんなメンツでやったら、お金って、これぐらい、どれぐらいかかるのかなっていう、ちょっとね、あの、計算してしまうぐらい、大御所で皆さんがやってきたりとかするんですけど、これ全部ね、無料でやりますからね。まあ、この時期がやってきましたね。4月の16日の情報でございます。まあ、あの、テルリんさん。 で、テルリンという、まあ、フレーズ聞いたことがある人も、ない人も、ね。まあ、でも、うちのうちだったら、誰しもが知ってるという、そういったてるさんですけれども、えー、まあ、テルリンさんの息子さんは、リンケンバンドの、まあ、ディーダーの、テリア・リンケンさん。で、えー、お孫さんにはね、ガレッジセールのゴリさん。で、また、えー、メイの孫、モデルの千葉なクララさんがいらっしゃると。もう、音楽、 一課というかね、エンターテイナー一課というか、まあそんなテレアディンスケさん4月の4日、まあ今日がね、えー、お誕生日だということですね。まあまた今週のどこかでそのテルインサイの情報も流しながらねディンスケさんの曲をお送りしていきたいなと思います。さあ時刻は5時30分になっていますね。続いては子どもたちのコーナー未来課内の時間です。 カフー道床保育園プレゼンツ,ゼンツ未来家内さあ今日もやってきました子どもたちのコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道床保育園 花風三里保育園の提供でお送りしますさあ今週はですね昨日行われました第5回沖縄市花風三里保育園の入園式の様子を今日までで、えー、明日からですね、えー、水木金は沖縄市の道場保育園の入園式の様子を聞いていただきたいと思います、えー、今日は昨日開催されました第5回花風三里保育園の入園式の後半をお送りしたいと思います 延長挨拶。延長先生お願いします。改めまして、皆様、おめ、おめでとうじゃない。おはようございます。<laughs> はい。 えとあの花粉三郷保育園の,あの入園にようこそおいでくださいました、えー、と今年はですねオリオン組からフェニックス組まで26名のお友達があの花粉三郷保育園のお友達として仲間入りしました誠におめでとうございます初めての保育園の,あの経験のオリオン組さんそれから他の 保育園の方からあの移ってきたお友達もあのたくさんあのおいでだと思います。今、あの大園児の皆さんの方から歓迎のお歌とおご挨拶がありました。けれども、花粉三里保育園がの子どもたちはとってもあの優しく。あのお子様たちをあのリードしてくれると思いますので、安心してどうぞ。あの保育園の方に登園していらしてください。 今日は赤ちゃんたちから5歳のお友達までちょっと会場の都合でこういった形での,あの式になってしまいましたが、えっと、保育園にはねどの子にお話しした方がいいのかな保育園の方にはこのようにあの皆さんが、えっと、ブロックをしたり墨りえをしたりお絵かきをしたりあのいろんなあの教具が。 準備されていまますすお部屋の中ででは楽しく遊ぶことができますそしてお食事は1階のランチルームの方であの調理の先生があの給食を作っているところを見ることもあのできる環境でみんなで一緒に楽しくあの給食をいただくことができますそしてあの家風保育園自慢の広い,広いあのお庭がありまして大きな木の下であのそうですね な遊びをしたりかけっこをしたりいっぱい体を動かしてあの遊んでほしいと思いますそれから寒さもあのね和らぎまして暖かい日差しの中で今日の日を迎えられたことあの本当にうれしく思います。 それからご父母の皆様に一言だけご挨拶なんですが、えー、東花風三里保育園は4年前に、あのー、社会福祉法人人福祉会の方で受け継ぐ、あのー、ことができましたその以前は50年ほどこの三里の地で公立の沖縄市立の三里保育所として、あのー、ずっと、あのー、保育を行ってきたところなんですがご縁がありまして、あのー、と人福祉会が。 運営を今させてていいただいております神福寺会の方にはあの東原の方にあります道潮保育園という35年の歴史のある保育園と姉妹園がありましてあの両方の,あの法人の理念としまして「未来ないというあの言葉を掲げさせていただいております沖縄の方には「未来家内」っていう信仰があるんですが。 あの未来に向かってまた未来かないからあの幸せをが訪れますようにということで東方人の理念としててて掲げてさせておりますそしてあの7つの星の名前の各クラスの名前にもなっておりますのでこれからまたあの保育が始まるに従っていろいろあの園の方針等もあのご説明の方もあるかと思いますが。 三立保育園の仲間としてあのどうぞこれからもあのお子様の幸せのためにお互いにあの頑張ってあの参りたいと思いますのでよろしくお願いしますそれではあの園長の挨拶は以上で終わります終わりますはいそれでは職員紹介に移りたいと思います職員キリッ はい、おはようございます。すいません。周りにぎしたり、向こうを向いたりで忙しいと思いますが、えっ、ー、と、本日はご留園おめでとうございます。今年度、主任を担当させていただきます、深夜と申します。楽しい保育園、あったかい保育園、えっ、ー、と、お父さんお母さんが安心してお仕事をできる、あの、保育園にしていきたいと思いますの、ね、で、どうぞよろしくお願いします。 オリオン組の担任になりました遠山涼子です。よろしくお願いします。えっとゼ歳児クラスオリオン組になります。えっと中野鈴花です。えっと子どもたちの成長の手助けをしていきながら、えっと演説しかできない経験がたくさんできたらいいなと思ってます。1年間よろしくお願いします。 フリー保育士の近藤ひびちですよろしくお願いしますフリー保育士の佐藤よしこですよろしくお願いしますフリー保育士の野原麻里子です一年間よろしくお願いします<ー>調理の日がなつきです一年間よろしくお願いします そからすいません。えっと1歳児手形チビの担任になります。えっとあやです。よろしくお願いします。同じく手形すず組の担任になります。大塩沙織です。えっと神経、えっと大園児6名、新園児6名12名の可愛いお友達と一緒に、えっと1歳児ならではの発見をみんなで発見しながら楽しんで過ごしたいと思います。よろしくお願いします。 アリエス組担当します又吉明子ですよろしくお願いします、はい、おはようございます、えー、久しぶりの2歳児担任になりました久保田恵と申します、えー、アリエス組は新年児さんはいないんですけれどもまた他のクラスとも仲良くしながら1年楽しんでいきたいと思いますよろしくお願いします、はい、フリー保育士担当の大嶋由紀ですよろしくお願いします おはようございます。フ、え、ェ、ー、ニックス組の連唱さんの担人をします。松田由香です。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。フェニックス。担当してます。はい、フェニックスのフェニックス担任の島田よしみです。よろしくお願いします。はい、えっと。 3、4、5歳児のカシオペア組担任の徳原ゆかです。あと一人、伊佐めぐみ先生がいるんですが、今日ちと体調を崩してましてお休みもらっています。えっと、3、4、5歳児は、えっと、ゆきこ先生、よしみ先生、伊佐先生、えっと、私、徳原が一緒になって見ていきますので、どうぞこれからよろしくお願いします。はい、はい、最後に本日司会進行させていただきました、副園長の義母です。よろしくお願いします。 それでは職員一同京都県よろしくお願いします さあとということで第5回の花風三里保育園の入園式の様子を聞いていただきました、まあ、延長挨拶そして職員のね紹介ということでまた今年度昨年まで見ていた担当のクラスの担任の先生がですねこの新年度から違うクラスになったりとかでまたあの退職される方がいたりとかでまた新規でね入る方がいたりとかあの,その挨拶の中でフリー保育士という言葉もありましたけれどもまあ沖縄も やっぱりねあの、待機児童の問題であったりとか、であと、保育士になるという方が、えーまあ、求人を、ね、出していても、なかなかこの保育の現場で、えー、また復帰をして、またはね、新卒で、えー、働くっていう、その数がやっぱりこの、足りないらしいんですよね。で、見てくれる先生がいないと、その、預ける子どもたちもね、数がもう限られてきちゃうんですね。まあ、なので、なるだけこの、 またはね、以前は働いてたんだけど、久しぶりにまた子どもたちに会いたいのでということで、保育に復帰を、ね、される皆さんを、もう、どの保育園もね、多分待ってると思いますけれども、この花粉ーミサトの方でも、道ち保育園の方でも、フリー保育士というね、まあ、ネーミングのスタッフの方がいらっしゃいましてで、このフリー保育士の方は一体どんなことをするかということなんですが、 えーまあ、園で、ね、担任をこう持たない保育士の皆さんのことを指していてで、あのーまあ、担任を持たないんだけれども、まあ、主に、ねえー、その担任の先生の補助をしたりとか、ねえーまあ、雑務をやったりとかいろんな助っ人ということで、えーまあ、現在、ね、頑張っております、まああのー、そのフリーの保育士の立場から、えー、なかなかできない、ねあのー、経験ができたりとか、はい えー、まあもう、た、ま、だ、あ、でさえもやっぱりこう人もいないし、でまた、あのー、求人をね、えー、出してもなかなかやっぱり手を挙げて、保育士になりますとか、働きますっていう方がやっぱりこう少ないらしいんですよね。で、やっぱりこの園としても、その不意保育士の方をね、えー、スタッフで用意することで、ようやく子供たちのね、あのー、毎日の暮らしの中の、やっぱりこううまくね、 あのー、行事もそうですけれども、やっぱりこう人手が足りなくなったりとか、ええー、まあ、手助けがね、必要になってくる場面が非常に多くありますので、まあ、今後もこういった形で、えー、保育士の方、で、またフリー保育士の、ね、方とか、まあ、そういった存在の方が、まあ、クローズアップされていくんでしょうね、きっとね。まあ、今週の一週間はですね、入園式の様子を聞いていただいているんですけれども、今日までが花風ー里の子供たち、で、明日以降が、 道を保育園の入園式の様子を聞いていただきたいなと思います。未来かないこのコーナーは、社会福祉法人人福祉会道代保育園、花風美里保育園の提供でお送りしました。 ラジオネーム MJ さん。ハイサイ DJ モーリー MJ です。昨日、趣味のバスケやってきました。最近人数集まらなくて1ヶ月ぶりのバスケ。今、体が超ダルビッシュ。モーリー、前に走ってるって言ってたけど、まだ走ってるということで、ラジオネーム MJ さんからいただきました。はい。えー、っと、じゃあ質問から、えー、走ってないですね <laughs> え。いつ走ってるって言いましたっけ 去年じゃない去年の今頃の <laughs> 違うな、今日、おととしの10月ぐらいの話じゃないですかね多分ね。はい。えー、MJ さん、バスケ、いいですね。ああこういうね、みんなで汗を流すっていうスポーツいいですね。うん。なかなかね、あの、社会人になると、その、予定を合わせて同じ時間に何かをするってね、なかなかできないですからね。バスケットもね、やっぱりこの、 結構ハードじゃないですか。あのー、ハーフとかにしたらね、もうそれこそ大変だと思いますけど、体育館をね、借りたりとかして、ね、みんなでちょっとこう小銭出してから、ね、あのー、対戦相手と試合したりとか、結構いいですよね。バスケットなぁ、ただこう体力がなぁ。えー、現在、体が超ダルビッシュな MJ さんからいただきました。 ラジオネーム、ワオノカオリーさん、えー。モーリーさん、皆さん、こんにちは。今日のテーマ、ワオノ、あ今日のテーマ、やっとわかった。趣味、えー、特にではないけど、週に2回のボーリングぐらいかな。昨日、2週間ぶりにリーグ出たら、絶好調だったさ。あとは美味しいの食べ歩き。今日もライカムで、天ぷら食べてきたよ。夜は旦那の実家でバーベキュー。レブーなるね。ラジオネーム、ワオノカオリーさん。はい、ありがとうございます。 いいですね。美味しいの食べ歩き。うん。アンテナがね、やっぱりこう、それだけピーンと立ってると、情報入ってきますからね。あ、じゃあ何か美味しい、美味しいところないかなっていうときは、ワ、wow、オの香リさん聞いてみようかな。えー。バーベキューか。4月のこのシーズンで。早い。 早いよね、多分ね。<laughs> 早いよー、多分。うー、でも、わおの、ワオワ、ワ、家では4月なのかなどうでしょうかね、これね。いや、いいですね、でもね、バーベキューもいいな。あ、趣味食べ歩きとかっていいな。えー、ベルプラマスクさんのメールかな、これ。これさっき読んだやつか。 なるほど。え、こちら行きましょう。昼間の奥さん。アジクーターの皆さん、はい、たい。昼間の奥さんか、か昨日は昼間の奥さん、ようでしたっけ <laughs> もう覚えてない。えー、今の時代、出先の居酒屋でアシスタントスカウトするのえー、そして、来週来れたら来るさね。で、彼女は帰っていった。いいと思います。小ざらし。 こうして DJ モーリーを踏み出会いにして彼女もきっとかっこ笑い。いやね、いい子なんですよ、本当に。ね。根が真面目だと思いますけどもね。まあまだ全然ね、10分程度のユンタクしかしてないですから。まあ来週以降に、ね。えー、まあ5時代から聞いてる人は、まあ何の話しか分か,分からないと思いますけれども。まあ今日ね、その4時代に10分だけかな。 アシスタント候補、アシスタント候補生って言っていいのかなの女の子がね、やってきまして、えー、10分近くかな、輸宅しましたけど、また来週以降ね、来ますという話なんで、はい。えー、超心臓が飛び出しそうでしたというね、話してましたけれども、まあ来週以降、登場してくれる予定です。テーマ、趣味。えー、お見合いの会話かよ。 って突っ込んだよ、格好来。ラジオへの投稿とディレクションに変えたことがあります。へー。あ、そうですか。ラジオを知らない社長さんに自己満足な趣味だと言われ、採用されたことを投稿したら、即スタッフにもラジオネームがバレるっていう。<laughs> あ、そうですか。ディレクションにラジオ投稿って書くっていう、いなんか新しいですね。 えラジオ聞く。意外と一目置かれるんじゃないですかどうですかねあまりにも趣味に没頭すると変人だと言われるし、不採用が続くとも、もだえ苦しむね。趣味って難しいね。今は何かな沖縄のお笑い好き。タイミングよく時間とお金が時々一致したら心が楽しめるね。ラジオネーム。昼間の奥さん。 からいたただきました、はいえー、今日は「昼間の奥さんか」というね、えー、入り口で入ってきましたえー、なるほどね趣味ラジオ投稿っていうのもなんかあのラジオ聞いてる人からするとあそうなんだっていうね感じだと思いますけどラジオを全く知らない人からすると趣味ラジオ投稿って聞くとちょっとおっと ってなるんじゃないですかどんなですかねあまり聞いたことがないな。いや、でも嬉しいですね。うん。あ、でもラジオ投稿とかで書くと、そのラジオ好きからすると、またね、え、どの番組に送ってるんですかで、また話が始まったりとかね。そういうふうになるのかなえー、ワオのカオリーさん、季節外れのバーベキューの分け外人さんと結婚した姪っ子が近々。 ああ、なるほど。旦那さんのもとへアメリカに行くからよ。送別会みたいのをさ。ラジオネーム、ワオのカオリーさん。なるほどね。じゃあ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、あれだ。あのー、送別会バーベキューって感じだ。なるほど。ええー、ちょっと、寂しくなりますね。メイコさんがアメリカに行くってことですね。ああ、まあ、じゃあしばらく、ね。会えないのかなどうでしょうかね。 まあまああのー、沖縄での多分ねバーベキューラストになるんで,すでしょうかねこれねまあでもあれですねその内,内地じゃなくてこの海外でありますけれどもまあ今だったらねそのインターネットを使ってからスカイプだったりとかテレビ電話とかねいろいろこうできるのでまた寂しくなったらねやりとりもできるかもしれませんねまあでも沖縄でもねこの時期にバーベキューとかでも全然 あれじゃないですかあのケンソーゴ運動公園のその,あのバーベキューのねするエリアがあるじゃないですかキャンプするエリアがあそこがすごい充実してるらしくてそのピザとかグラタンとかだったかなそれをこう焼くかまどかまどっていうんでしたっけねそのなんだろうそういう食材でも普通に 出来上がるぐらい。要は市販のものとかじゃなくて、えー、ね、ピザ窯とかがないと普通できないじゃないですか。でも、そういうのも全然できるようになるっていうね、話が最近ありましたけどね。今、どうなんでしょうか。さあ、ということで、アジクーターラジオ、今日の番組のテーマは、趣味というテーマでお届けいたしました。まあ、新年度ですからね、あの仕事も忙しくなると思いますが、やっぱりこの仕事の疲れだったりとか、 ね、普段の生活の中でちょっとね、えー、嫌なことがあったりとかする時に、まあ、趣味に没頭できるっていうのは大事なことかなと思いますねさあ「アジクーターラジオ」エンディングの曲は今日は本りの約束この曲を聴きながらお別れですアジクーターラジオこの放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園 花風三里保育園の提供でお送りいたしました。さあ、この後の番組、夕方6時からは、なおちゃん、ようちゃん、愉快な不動産屋さんの生放送の時間です。この後も、ダイヤルは 761FM 小座でお楽しみください。お相手は DJ モーリーでした。また明日